To you by カエモンあんまり日本人が使わないような調味料とかってもあるんですかあ基本的に日本人が使う調味料の中で使われるのは塩、ええ、ぐらいなんですけどそれ以外はもうむしろスパイスみたいなもので味をつける整える、ええ、あとは油で味を整える。油油なんでこうタラのの上みの油 魚の油とかを最後に汁物にかけたりお浸しにかけたりとかして味を整えたり、えー、あとは怪獣類って呼ばれるあのアザラシとかですね、はい、みたいなものの油とかを使う地域もあったりとかははすごいそういう素材の味をどの植物とどの肉を合わせたらおいしいみたいなのはたくさん残ってる気がします。えー、そうなんで,すかでその例えば調理するときに先ほどのカムイの話になるんですけど。うん こう普通ってこう動物をいただくときにその動物の命を殺したらそこで魂を送るっていうのは想像つくと思うんですけど、はい、そうだけじゃなくて私たちの場合こうブロックにした肉の塊一つ一つとか皮とかすねとかすべてのパーツに魂がそれぞれ宿っているっていう考えも持っていてなので余すことなく使い切ることにすごい意味があってなんでこう。 鮭の皮の皮服を作っていたりとか、はい、あとは焼いて油を落としたらもったいないから鍋にするとかうそういう知恵とかもこう教訓とかもあります、ね、もうとにかく取ったものはもうすべて100%使うみたいなできるだけ使う今もそれは変わらなくて私が小さい頃学校帰り魚取りに行ってそれを唐揚げにして食べたりするんですけど、はい、そういう時もカッターを持ってって腹綿はその場で出してキツネの餌にしてくる。 なんでこうかえってゴミ箱に捨てるとかあんまりこう、えー、する時も全然あるんですけど、えー、でもそういうのをちょっとちょっとこう教えてもらえてた気がします、ね、はあなるほど、えー、今現時点でどれぐらいの人がそのアイヌの料理ってできるんですかねあんまりいないですよねそアイヌ料理レストランとかもないし、ね、あんまりないですよね、えー なんかあのでも日本料理和食もすき焼きがすごい新しいものなのに和食かって言われたらわからないとか、はい、こうなんかどこからがその土地の料理なのかってわからないみたいに北海道の石狩鍋郷土料理はあれはアイヌ料理か。えー って言われたらもしかしたらアイヌ料理だろうし<ー>みたいなこう今家庭で伝わってる料理に実はこうアイヌ料理っていう要素があったりとかするのかなと思ってて、はい、そういうことで言えばこういろんな地域のおばあちゃんたちおじいちゃんたちとかがたくさん残してるレシピがその一つでもあるのかなって思います。かあ 全然ないですねでもすごい最近面白いのが、はい、多分私の感覚の中で二豚にでアイヌ語で日常会話をできるのって代代とか30代の若者が多いんですよねあそうなんですかなんでその若者たちが例えば私の父の部署とかはアイヌ語しか使っちゃダメだっていう役場の部署があって<う>でなんでこう。 父がが部下に怒っってるのがアイヌ語だったりとか、<ー>そういうのもだんだん最近は見れるようになってきてるんで、はい、むしろその現地に飛び込んでみるとかでしたらこうやっぱり学べるのかなって思いますね。とはこうアイヌ語ってすごい面白くて、はい、それこそ自然って言葉がないとかそういう意味合いもなんですけど<ー>あとはこう成り立ちがわかりやすい言葉。 例えばテーブルだったらもし言うのであれば4つ足がついているものっていう言い方をしたりとかするみたいな恋をするっていう言葉が目と目ととがくっっっついいいいいててて離れななう言い方をし恋になったりとか面白いです自分の心を自分で揺らすって言って考えるっていう意味だったりとかすごいこうロマンチックな言葉であって自分でこう言葉を作るのも楽しい言葉なので。 意外と理系みたいな人にも向いてる言葉なのかなって思います、ねはあ、なるほど関根さん的にはアイヌの先祖ってもともとどこから来たと思ってます私ちょっと最近感じているのが中国なんですよね中国って南西北馬とも言うじゃないですかでこう、はい、南が船の文化であって、ええ、で中国ってあでアイヌってこう馬に乗らずに 船でで、を行っていたんでこう川ごとに集落があったり川ごとに方言とかもある程度決まってたりとかするすごい船が大切なんですけど、えー、そういう文化もちょっと中国に似てたりあとはそういうい薬膳料理みたいな、えー、こう漢方とかいろんな薬草を使う技術毒を使う技術っていうのも中国ってすごいんでいろんなところで似てるのかなと思っててなんでいつか中国行ってみたいなとかも。 あそうですかでもアイヌの人って顔が濃いですよねんか中国はの中でも何十もこう民族がいてその民族によっては同じような本当顔つきしてるような方々がいたりとか,、ええ、か同じような工芸を作る人がいたりとかするんで、はい、中国のこう今私たちがパッと想像しちゃう,こうレッテルの中国の方じゃないこう。 いろんな地域の人たちと関わってみれたら、もっと発見があるのかなと思って。ね、あとはサーメがやっぱりこう。今まで関わってた中で、サー,メサーメってあの北欧のサーミとかも言われますね。サーミのこうノルウェースウェーデンフィンランドとかにこういる？はいはい、あの遊牧民の遊牧のイメージが強い民族なんですけど、はいえー、その人たちの？ ミング生活するための道具がすごい私たちと似てて<ー>やっぱり井戸とかの問題もあると思うんですけどはい、はい、すごい似てたりとかあとは博物館にこう残ってる写真資料みたいなものがすごい私たちと顔つきが似てたりとかして、えー、そこも興味ありますねなるほどそうなんですか面白い分かんないですよね分からないことだらけですまあ本当アイヌって不思議な,なんか人種というか ね、全く、ねあのまあ、言葉も書かないのであの自分たちの歴史も残ってないっていうか言葉でしか残っていないし、ね、まあ日本に来ても日本人もあんまり知らないですよね知らないですね私なんで「最近肉はアマゾンで買うんですか?」とか言われたこともありますね。<laughs> <laughs> あいやスーパーで買いますみたいな <laughs> そうなんですか。 知られてないからこそきっとこうあ、思いかっこいいとか歌かっこいいとか、ええ、あこの考え方すごい自分と似てるかもとか、いろんな入り口があってそれもそれでいいかなって思うんですけど。はあ、音楽ってどんな音楽があるんですだっけ？うんと基本的にその口伝で言葉で伝えてきたあ,あ,、ね、あ、ボヨンボヨンもありますね。ボヨンボヨンあれムックリって言います。ムックリっていうんでしたっけ？っていうのはあれは。 大体が自然の音とか動植物の鳴き声とかを真似て好きな男性に対して女性が弾く奏でる楽器とか言われてるのがムックリですね。とかあとはとんこりって呼ばれる語源の楽器、えー、あの弦楽器があったりとかあとは太鼓みたいなものもあったとか言われてます、ね。えー、であととととはこう物語かか歴史とか伝えななきゃダメなことを 音とか節に乗せて伝えるっていうのが愛の中ではたくさんあるんですけど、はい、そういうのでこう今の時代でいう,こうマーベルとかみたいな世界観とかをこうもうむしろ古殿でずっと伝えてきてた英雄の物語があったりとか<ー>主人公が何でもやっちゃうみたいなのがあったり<ー>いろんな物語をカムイが歌ってるようなものがあったりとか。 いろんなこうそれらを音楽に乗せて伝えるってこともしたりしてますおなるほどあとは面白いなあのはチャランケっていうのがチャランケ。口喧嘩みたいなもんなんですけど、はい、よく私が言うのが今の時代のフリースタイルのラップみたいな感じでえそんなのがあるんですかそうなんですよこう審判がいるわけじゃなくそれぞれの代表者同士が言いまかせあって でこうオーディエンスの盛り上がり具合だったりとか本人たちがあこいつには負けたなって思ったりとかしたら負けが決まるっていう,<ー>こ,うこの川はどっちのものだとかそういうのも全部そういう口喧嘩で決めるんですけどへ<ー>そういうのとかも面白いですね。口口喧喧嘩嘩文文化化ななんんんてあるでででですすすす。ね。口喧嘩文化ですね。ね <laughs>。武力を持たないいよ、ね、面白いです、ねへ まあ、その昔、まあ、アメリカだとこうインディアンっていろろな部族があって歴史上こう戦争したみたいなのがありますけど、うん、アイヌというのはそういう歴史はあるんですかね色々なこう地方とかによってっていうことですよね。<ー>やっぱりこうアイヌにも地方差があって言葉もちょっと方言があったりとか文化が違ったりとかもしてそれぞれが争うこともやっぱりあって。 でそういう時に武力が用いられたっていう昔話もあったりいっぱいするんですけど、はい、でもあのチャランケっていうのがやっぱり大切だったって私は聞いてますね、えー、チャランケっていう口喧嘩で決めるっていうのがあったって言われてます、えーえー、なるほどあのー、歴史上こうどこのどこの部族かちょっと忘れちゃいましたけど まあ、あのそういう部族によってはもう先祖代々宇宙から UFO で来たみたいな話が残ってるところもありますけどアイヌに関してはそういうお話ってあるんでしょうかねあんまりないですねこうそういうのであればオキクルミっていう私の地元では「おきくるみ」って呼ばれてる文化を創造した神様みたいなのは、はい、すごい大切というかこう重大な神様で。 でその神様が人間にいろんなこう濃厚な技術だったりとかいろんなものを与えたっていう物語とかは残ってるんですけど<ー>あんまりこう絶対何かみたいなのはなくて逆にこうアイヌの場合はトゥスクルっていうイタコみたいな、はい、あの霊力みたいなのを持った家系っていうのがあってそれは家系同士なんですけど<ー>うんとなんで私とかは全くないんですけどその人たちは。はい あの家計でつながっていてつい最近というか私の母が子供の頃とかにいたトゥースクールの家系の人とかは逆子をな手で撫でただけで直しちゃうとか<ー>なんかこう何ですかねこういろんな取材違反とかが来た時にそれを察知して「ご飯あるからおいで」とかって言ってそういう違う誘い方をしても察知して「いや行かない」っていうおばあちゃんがいたりとかいろんな形で霊力を持った家系とかはあったりしますね。 えー、そのでも画けはまだ残ってるんですね一応残ってるんですけどアイヌって古伝文化なんで、はい、大切なことは絶対にこうあんまり書き残したりとか、はい、調査者に伝えたりしてないんで、ええ、毒の文化とかあとはそういう霊力の文化とかっていうのはだんだんこう残ってなくなっちゃってますね。はい、なるほどただすごいいそういう アイヌってそれがこう狼だったりカマキリだったり何だったりこうするんですけど大きなものからちっちゃなものから何でもこう自分には一人一つこうが神がいてで例えばなんか「自分これすごい好きでやってるけどなんでやってる?」って聞かれたらよくわかんないけどなんとなくずっとこれやっちゃってるっていうお仕事とか趣味とかそういうのはむしろ月神が興味あるから。 あの人間の意識とはこう別に月神がむしろこう意識よりも先に動いてるっていうのがアイヌの考え方で<う>なので意外と要は神が今あの背中を刺してますけど神が背中についてるっていうで、ね、月神っていう考え方もあったりします、ね、でも私ついてるのアリンコとかだったら嫌ですよね <laughs> <laughs> クマみたいな,なんか強そうなのついてたしいですよねなるほどね そういう動物がついてるみたいな、ねねまあ、このインタビューを聞いてなんか興味を持った人はどこからあの入っていけばいいんでしょうかねこのアイヌっていう。そうですよ、ね、何でもこうやっぱり入り口はたくさんあって、はい、こうアートだったり音楽だったり言葉食べ物何でもいいんですけど、えー、まずはこう誰か一人アイヌの知り合いを。 その土地に行って作ってて作みるとか、はい、あとはやっぱりこうそういうのが知れるのは家庭だと思うんで家庭内で受け継がれてるものだと思うんで、はい、そこで一緒にご飯を共にしてみるとかが一番かと思うんですけど、えー、なかなかそうもいかないときはやっぱり今 YouTube で調べたりとか、えーはい、アイヌの何々って調べたら出てくる物語とかいろんなものがあるので、はい、そういうのでこう見てもらうとかあとはやっぱりゴールデンカムイとかも面白いですよね。ああいいうサブカルからら入ってたただけたら なるほどいいのかなって思いますあの YouTube チャンネルもやってますけど結構英語で喋ったりとかしてますけど、はい、あいやいやそうですよねなんかいろんな方に知ってもらえたら嬉しいなと思って英語とかも字幕つけたり頑張ってたんですけどはいでも独学で英語とか,学んだんですかそれこそ二豚にで私の実家ってずっとライダーハウスをやってて無料で泊まれる宿泊施設をやってたんでほう でそこに年中いろんな国とかいろんな地域から人が来てて、はい、で私がこう小さい頃からそういう人たちに預けられることも多くて、えー、そうなんですかでちょっとこう自己紹介ぐらいできるようになったらマヤが英語をしゃべれるらしいみたいな感じで、はい、もう海外からのお客さんとかはみんな電話来てこう呼ばれて、えー、こう対応して対応してみたいなのがあってあ<ー>それも二部にのおかげですね。 でも言語勉強は大嫌いですね。<laughs> いや嫌いなんですか <laughs> 苦手です。えー、今の二二人ってどんな感じになったんですか結構まだ、まあ今コロナでなかなか観光客も減りましたけど、普段は結構来るんですか普段海外から結構多いですね。海外からも多いのと、<ー>あと二二人ってあんまりこう観光地観光地してなくて、えー、たくさん民芸店が並んでるお土産品店があるっていうわけじゃなくて、えー こうむしろこう生活の中で誰かが悪口言い合ってるのがアイヌ語だったとか、ええ、<laughs> そういうこう本当に地域で地域の人たちが子どもたちにつないでってるのが二豚ニの特徴の一つでもあるのかなと思っててなるほどなんであんまり変わんない気がしますねこう確かに人は少なくなってるんですけど、ええ、東京でなんかあアイヌ料理とか食べれるところってあるんですか あの私が知る限り1店舗だけあのあ都内にあるんですけど<ー>そことか、あとは私もオンラインでアイヌ料理講座とかやってるんでそういうのでこうちょっと知っていただく場所がオンライン上で今あったりとか、はい、あとはアイヌ料理なんですかねうんあんまりないですよね。食べれる機会とかもちなみにその、えー 一箇所の場所ってど,どこなんですか新大久保に今はありますね新大,す新大久保駅からすぐ近くなのでえー、えなんていうお店春るはっていうところなんですけど行きますそこにあちょこちょこ行ってますでもアイヌ料理っていうのもそこはすごくこう昔から伝えられてる料理だったりとかいろんな料理作ってるんですけど、はい、すごいこうなかなか食べれないようなものとかもあったりするんで食べれないもの例えば何ですかね なんかまあ鹿肉とかみたいなものもだし、はい、あとはチタタプって呼ばれる鮭のひずとか軟骨みたいなところとかも一緒に叩いてるようなこうものだったりいろんなものが食べれる場所なんでぜひ、はい、興味ある方は行っていただけたら、えー、あとは家庭で気軽にできるものでルイベっていうのが私おすすめなんですけどルイベ居酒屋とかでたまにあるこう。はい 半解凍の刺身みたいなものなんですけど、えー、あれって私も最近知ったんですけどただ冷凍して解凍してるんじゃなくて何回も冷凍解凍冷凍解凍を繰り返すことで、はい、こうタンパク質がアミノ酸に変わって、えー、そこがうまみ成分になって刺身なのに口に入れた瞬間全部溶けちゃうみたいな<ー>ですごい甘みが強いんで醤油なんていらないみたいな、えー、こうすごいこうまみ成分凝縮された食べ物なんですけど、はい、それを家庭の あの冷凍庫とかでも銀の何か、まあ、トレーとかに入れたら急速冷凍できるんでそれで何回もこう繰り返してたらそういうのが食べれたりするかなってええそうなんですか飲み物とかってお酒とかってあるんですかあいお酒はトノトって呼ばれるんとドブロクみたいなお酒がありますね冷、はい、えー、とか泡とか、はい、あとは手に入れば米とかで作られる、えー、本当にドブロクみたいなちょっと酸味が強いお酒があったりします米文化はあるんですね 米を自分たちで作ることはしないですね<え>畑はあるんですけどでも自分たちで米は作ることはしなくてこう酒とかいろんなものと交易で交換して手に入れてましたあ,あそうなんですかへえなんでお酒はそんな毎日のようにたくさん飲むような民族ではもともとなかったはずですねただその「とのと」っていうのももともと日本語から来ている言葉で「との」がお殿様の「との」に「と」っていうのが父こう な牛乳とかそういう乳チチっていうのを「と」っていうんですごい真っ白い色なんでお殿様の乳チチっていう意味で「トノと」でお酒なんですよね。ただ今こういろんな日本酒の酒蔵さんとかが一緒にコラボして「あのと」トノトっていうものを今の時代にちょっとずつ改良して売り出しているようなところとかもあったりするんで、えー、北海道を観光したらそういうのも目にすることあるかもしれないです。あ いろいろ。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。今後、どうなってほしいんですかね。<laughs> あ、私、あの、アイヌ語の保育園を作りたくて。<laughs> で、こう、<ー>子供たちがもう二三か月したら、アイヌ語で。こう、寝言言い出しちゃうみたいな。<laughs> で、この私って、今、アイヌ語も日本語も両方勉強中。 でむしろ日本語の方がこう自分の感情を伝えるのに適しているというかこう伝えやすい言葉なんですけど、ええ、アイヌ語っていう言葉で育った子どもたちの価値観とかってすごいこう面白そうだなと思ってて「ほほゴミ」っていう言葉がきちんとない時にその子たちはどうやってその言葉を考えるのか,とかえゴミっていりと、ね、<う>ただこう今私たちが言う「可燃ゴミ」みたいな感覚の「ゴミ」っていうのはちゃんとなくて、ええ、ほうなんで。 そういう子たちが自然って言葉もない捨てるっていう感覚がないっていうことやっぱりすべてを使い切るようにこう考えられてたんだと思いますね、はあ、なるほどねなんでそういう保育園を作ってみたいなとか、えー、あとは将来の夢なんですけどめちゃめちゃ高級なアイヌの宿もうフルコース出るしアイヌ料理をめちゃめちゃこう美味しい形で提供して、はあ、でその生活文化みたいなものを泊まるだけでこう感じることができて っていう,こう何部屋かしかないようなところとかもいつかあったら家族とかでそういうのを楽しんでいただけるのかなとかいろんなことをやりたいですね。<laughs> アイヌの人はなんか,お風呂とかっていうのはあるんですか一応お風呂っていう価値観もあるんですけどやっぱり昔は普通にこう川で水浴びとかがもともとは多かったなと思います。えー、ななるるほどあ,あと私ががすごいなってて感じてるのが あの日高で震災が起きたんですけどあの日高胆振震災が3年ぐらい前にあった震度6強ぐらいの地震だったんですけど、はい、その時におばあちゃんと電話してて私は関東にいたんでおばあちゃんに電話したらあの人間が無事だよっていうことだけじゃなくて山が崩れたとか<え>そういうところの心配までもしてるのが。 あ今の私じゃ絶対そこまで気にかけれないなみたいなのをおばあちゃんから学んだりとか<ー>すごいこう人間だけじゃなくそうですねアイヌっていう今言われる民族だけじゃなくて人間誰しもがあ確かになって感じれるようなところがたくさんあるのがアイヌ文化とかアイヌの言葉だと思うんで是非いろんな人たちに知ってもらって。 でこうアイヌがどうなっていきたいっていうよりはむしろこう違う文化があったりとか違う人たちがいるってすごいクールなことだよねみたいなのをこう私なりに伝えれたらなっていうのが将来の夢ですねなるほどわ <laughs> かりましたさよならはどうやって言うんですかスイウヌからんロウって言いますスイウヌからんロウピリカ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 ういピリカイライキレイええー、かわいいですねかわいいですアイヌ語、はい Kaimon presents the Road Extended Edition.